岩だれ草は、クマツづラか岩だれ草族の植物。地表を低く這う植物で、よく群落を作る。茎は細長く、基部で枝分かれして、地表を這い、節々から根を下ろす。各節から耐性して葉を出す。厚毛のある葉は、東乱状大円型で巨子があり、長さは1から4センチメートルで厚い。花は、7から10月に咲く。葉の付け根から、 花柄が伸びて少し立ち上がり、その先端に楕円形の太く短い果女がつく。果女は水上果女だが花の間が詰まっており、ちょうど割れ目光のような形になる。花はその表面に花びらを広げ紫色になる。果実は2個に分かれ、甲卵形で長さは約2ミリメートルになる。世界中の熱帯から熱帯に広く分布する。北。 アメリカには帰化している。日本では本州南岸から南、南西諸島などに分布している。海岸によく生え、乾燥にも強く、1日の日照時間が3時間程度でも成長する。近年、この岩だれ草を用いての砂漠の緑化も研究されている。また、より小さいは花が目立つ悲鳴はだれ草グリーンが園芸用に栽培されている。竹が伸びにくく、 地表を這うように広がることから空港などのグラウンドカバーに向いている。岩だれ草と悲鳴はだれ草を交配して作出されたクラピアという品種があり、グラウンドカバーとして利用されている。本品種は2005年に品種登録申請され、2008年に品種登録されているが、2007年に登録品種名を S14 世に変更されている。流通名には、 クラピアが用いられている。悲鳴は誰相は、ひまわりの30倍のセシウムの吸着効果がある。グプタ、AK、サダシバヤ、B& ボト、GK、ファイラナデフローラ、ザイユー CN レッドリストオブセレットンドスピーシーズ2013 et164053a19646880https コロンスラッシュスラッシュドイドット org スラッシュ10ドット2305スラッシュ iucn ドット uk ドット 2013-1.rls ドット t16405319646880

農林水産省品種登録出願番号1692にて検索。農林水産省。2014年6月8日閲覧。読売新聞セシウム吸着効果。ひまわりの30倍で注目の草。ありがとうございます。